アマチュアの悩みをぶつけてみた。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、かえでです。そして本日も須藤優太プロに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は児玉ゴルフクラブに来ております。前回ですね、はい、アマチュアの悩みを須藤優太プロにぶつけてみたっていう企画だったんですけれども、はい、結構たくさん見ていただいて、そうですね、本当、はい、嬉しい限りですね、はい、質問もたくさん来ていただいたんですけれども、はい、まあ、たくさんね、アマチュアの悩みは尽きないということで、うん、本日も梅ゴルフ君にたくさん悩みをぶつけていこうかなと思っております。はい、はい、梅ゴルフ君に悩みをぶつけていくんですね。って言ってました。で言ってました。多分あれ、うん、変換ミスがなければ、ここのサーバー経由で変換ミスがなければ多分ちょっと皆さん教えてください、どっちがどうぶつけていたか。はい、はい、ウムゴルフ君が須藤プロにぶつけていきます。ありがとうございます。本日も、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではウムゴルフ君どうぞ。すみません、後ろからどうぞどうぞ。はい、持っているものは何ですか。はい、今回スプーンを持ってきたんですけど、はい、お悩みはスプーンですか。はい、はい、まずこのスプーン、はい、スプーンはスプーンでも、スプーンはスプーンでも、最新のスプーン、最新のスプーン、最新のスプーン。ピカピカフェルスと、はい、キャロウェイのローグ ST ですね、はい、の3番ウッドを今回持ってきたんですけど、はい、まあ、これが悩みっていうよりかは、そもそも3番ウッドが打てません。打てません。まあ打てません。ミスが多い。ミスが多い。どういったミスですか。まず球が上がらない。上がらない。はい。コースだとダフル。ダフル。なんか5番ウッドだとちょっと安心できるけど、はい、もうスプーンはもうどっちに行ってももうしょうがないというか。そこの違いは何ですか。自分の中でどういう苦手意識が違うんですか。やっぱ以前アマチュアゴルファーの僕が悩みで、はい、ロングアイアン、うん、悩みでお聞きしたと思うんですけど、やっぱり長くなればなるほど難しい、うん、もうアイアンで言ってたことと全く一緒ですね。難しい。やっぱりドライバーの次に長いのがもうスプーンで、本当にミスの幅が広くて、うん、で今回ちょっとこの新しいスプーンを使いつつ、はい、レッスンしていただきたいなと、はい、はい、どうですか。フェアウェイウッドプロゴルファーの皆さんもなんか得意不得意とかなんかありますか。はい、あると思いますよ。まあ、ちなみに僕は大不得意です。大不得意、あ、はい、スプーンですか。そうなんですか。はい、3番ウッド、はい、大不得意です。僕も同じです。持ってる感想は一緒です。やっぱ長くなるし、うん、ヘッドが大きいのに地面から打たなきゃいけないじゃんっていう状況がものすごく難しく感じちゃいます。はい、プロでもあるんです。あるんですね。全然あると思いますよ。まあ当然プロでこう3ウッドをすごく多用して3ウッドが大好きだっていう人も、はい、まあ、もちろんいると思うし、アマチュアの方でもやっぱりフェアウェイウッドが得意っていう方もいると思うんですけど、うん、まあ、僕自身は、はい、苦手です。苦手です、なんだろう、なんかここからレッスンを受けるんですけど、はい、初めてのパターン苦手ですっていう。苦手な人から、はい、苦手です。でもだからこその攻略法というか、なんか須藤プロが気をつけてることとか、気持ちは分かるんですもんね。もうめちゃくちゃ分かります。はい、ありがたい。めちゃくちゃ分かります。はい、当然3ウッドよりもなんか5番ウッド打った方が、はい、結果5番ウッドが飛んでるじゃんっていうことは、はい、よくある時期もあったかな。プロでもそんなことがあるということで、まず今日もじゃあ打ってもらって、そうですね、須藤プロのスローを、はい、撮影して、はい、まあ、ちょっとこっちせっかく2本あるので、はい、両方打ってもらって感想も、はい、教えていただきつつ、ね、気になりますね。もう見た感じでちょっと違うので気になってきました。はい、楽しみです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではまずステルスから須藤プロのスローを撮っていきたいと思います。おお、いい球。わあ。はい、それでは須藤プロのスロー動画を見ていきましょう。テイクバックトップから、うん、おー、うん、相変わらず素晴らしい。ここの、この前レッスンで教えてもらったこの右肘の亀の部分もそうですけど、なんかアイアン
と変わってくるのかなと思ったら、うんうんうん、そこのための感じは一緒に見えますね。そうですね、地面から打つものも、うん、ドライバーも、うんうん、特に腕の使い方はほぼ変わらないですね。おー、そうなんですね、はい、うん、じゃあ正面も、おー、うん、そうですね、なんとなくこう、はい、送ってった時に、はい、ドライバーとアイアンとそんな変わらないなんかスイングなのかなっていう印象なんですけど、はい、実際どうですか、はい、フェアウェイウッドとかって結構ドライバー寄りなのかアイアン寄りなのかっていう話も結構あると思うんですけど、どっちなのか論争ありますね、はいはいはい、イメージどっちで打つのかっていうのはあります、はいはい、僕自身はフェアウェイウッドに関してはアイアンと同じ、まあ、アイアンに近い形で、はい、感覚としては振ってます、はい、ボールの位置とかやっぱり長い分左というか外、そうですね、これ前回というかこの間やりましたロングアイアン の、はい、レッスンの時と同じように、はい、ボールの位置はやっぱり変わります。左側にやっぱり寄っていきますね、うんうん、アイアンとかに比べると寄っていきます、はいはい、スイングのイメージ自体はアイアンより、そうですね、はい、なるほど。ちなみにどうですか、初ステルススプーン、はいはい、僕自身テーラーメイドのウッドを使ってるんですけど、はい、まあ、3番ウッドじゃないですね、はい、僕は5番ウッドを、まあ、ちょっとこうロフト角を、うん、立てて4番ウッドのように使っている、はい、まあ、先ほどその3番ウッド苦手なんですよって僕言いましたけど、はい、ちょっとその辺でこう苦手対策をしてるんですよ。大きいヘッドを、はい、大きいヘッドが、まあ、得意ではないので、はいはい、小さく見た目が見えるように、うんうん、だけど距離はまあそこそこ飛んでいってくれるためのロフトの調整っていうのをしてるんですけど、この3番ウッドは僕がイメージしてるよりもすごく見た目がシャープで、はい、これドライバーの時もそうだったんですけど、はい、ステルス結構見た目がこうキュッとこうシャープになってるんで、はい、3番ウッドの大きさっていう部分の苦手感は出ないですね。あ、なるほど、はい、それはすごく感じました。大きいとどうしても難しいとか、うん、地面に対してこの大きさをね、直で打っていくっていう怖さがありますけど、うん、そうですね、それはシャープな部分、そうですね、シャープでしたね。だからよりこう、まあ、今僕がイメージしてるアイアンとかと同じような形で打ちやすいっていうのは感じましたね、うんうんうん、はい。打感とかはどんな感じですか？打感はそうですね、まあ、ドライバーほどの柔らかさっていうものは同じ打感ではなかったんですけど、はい、なんかスリットだけどすごく強い球が出てるなっていう感じはありましたね。前にやっぱ行ってくれるっていう感じはありました、はい、じゃあ、そうですね、こっちのローグの、はい、ローグ ST の方も、まあ、スイング自体は、はい、まあ、変わらないとは思うんですけど、はい、まあ、改めて、このやっぱもうそうそのこのここが好きなんですよね。このこれたまらないためでしたね。たまらないため、皆さんたまらないためですよ。これ、はい、これがやっぱ本当にアマチュアと違うところ、うん、ここがでこのしっかりこうインパクトで押していく、開放ですよね、うん、開放の部分でこう開放してスッと左に乗っていくっていう、はい、やっぱ力が入ってる感じがしますよね。グッて、なんかこれ僕も気持ちよくなりますね。いや本当にこんな安定してやっぱ打てないんですよね。はい、じゃあ、まあ正面も一応見ておきましょうか。本当綺麗にぶれない。ね、僕は前回ちょっと伸び上がってっていうところも今頑張ってるんですけど、はい、うん、やっぱり綺麗に、あ、でもそうですね、ドライバーと同じやっぱフェアウェイウッドもインパクトの時はこうもう右に顔が残って、まあ、そうですね、ボールに対してはやっぱり元々がやっぱり頭の位置っていうのはそうは言ってもアイアンと同じとは言ってもやっぱボールの位置が左側になってくるんで、まあその構えた状態でインパクトしてくるってなるとやっぱ自然とボールよりも後ろ側に頭がいることっていうのが必要にはなってくるし、はい、ブレが少なくなるっていうのには大切なものかなと、ゴルフってでもここを表現を
間違えるとアイアンと同じっていうとじゃあボールの位置もとかなんか全部同じとかって、そこも注意しないといけないですよね、はい、実際どうですか、はい、ステルスと違う点というか、まあ、ステルスと違う点というよりかは僕はあのキャロウェイさんのフェアウェイウッド打ったの初めてなんですよね、はい、3番ウッド打ったのって実は初めてで、はい、ものすごい打ちやすいですね、はい、打ちやすい、はい、でさっき感覚的にはその打ちやすさというのは感覚的にはまあアイアンと同じように打ってますよって言いましたけど、はい、マットに対して、まあ、地面に対しての抵抗感がなんか全然ない、突っかかる感じというか、突っかかる感じが全然なくて、はい、すごく本当ボールだけポーンと運んでくれるような感覚がしたんで、そこはすごい驚きました、はい、さっきの、ステルスでいけば前にやっぱこうパンとスリュートでも強く飛んでくれるっていう感想があったんですけど、はい、こっちの方が少しボールを放ってくれるんで、ちょっと球がしっかり高さが出してくれるような感覚は一番いいやつありますね、はい、そんな感じをすごい受けました。へ、僕自身もやっぱ大きいのももちろん苦手なんですけど、やっぱスリュートで上がらないから、はい、上げようとするミスってやっぱ絶対出てきちゃうなと思ってたんですけど、はい、なんとクラブが勝手にやってくれちゃう、上げてくれる感じはありましたね、びっくりです、はい、じゃあ僕これでやります、はい、これでやりますまあそうですね、あの、はい、クラブは素晴らしくても多分元がめちゃめちゃなので、はい、あの本当にそのやっぱスプーン球上がんないと思って、うん、上げたい動きが入ってきてダフったりとか、はいはい、っていうことがあるので、はい、ちょっとこの後、はい、打ってみますので、そうですね、やっていきましょう、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、それではウームゴルフ君に普段通りのフェアウッド3番ウッドですね、打ってもらいたいと思います。はい、ナイショーです。え、ナイショー、本人が絵って言ってるのは今の絵は何の絵ですか？打てたですか？打てたあれ、いつも打てないのにな。いや、これはたまたまだと思います。これです。あ、こういうゴロ、ポコン、ポコン、ポコンが一番よくあるミスですね、うん、おー、ナイショーです。これもちょっとあのスライ ス, ス, ライス、あのロングアイアンの時もそうだったんですけど、長ければ長いほどスライスが出てきちゃ う, うんっていうのも悩みですね。なるほど、はい、なんか見ていて気になった点ありましたでしょうか、はい、そしたらあのそのフェアウェイウッドっていうのは、まあ、見た目通り当然このなんでしょう、フェース面の厚さっていうのも、まあ、薄くなってくる、はい、割に上から見た時にこう大きいじゃないですか、はい、うん、見た目はこうドライバーと同じなんだけど、はい、フェース面のその厚さっていうのがやっぱりないんで、何が大事ってやっぱり上下に当たってくるんですよ、うん、はい、上下の高さになってくるんですよ、はい、で、あの前回その肩っていうのをやりましたけど、はい、もう一個その、まあ、そうは言ってもじゃあ肩だけ治るまでにじゃあずっとフェアウェイウッド打てないのかっていうと、うん、そんなことはないです、はい、で、次に直していきたいのは、ちょっと膝の向きなんですよね。膝の向き、膝の向き、膝の向き、スイング中の膝の向き、はいはい、そこが、フェアウェイと打っていくときにちょっと必要になってくるっていう感じです、はい、で要は、動きすぎないようにしていくけど、はい、ちゃんと動き方向を、身につけようっていうことですね、はい、っていうことは僕は動きすぎている、動きすぎています。あ、はい、全くあんま意識したことないですね、うん、膝のその動きっていうのは、はい、まあ、膝というか足はまあ基本的に自分の土台になっていくので、はい、まあ、フェアウェイとさっき言ったように芯で捉える点は他のクラブに比べるとやっぱり小さいんですよ、はい、狭くなってくる、でミスがその分ちゃんと出ちゃうんで、あのちょっとこう芯を外したりとか、上に当たったりとかするとそれなりにミスになっちゃうよねっていうところがあるから、はい、あのそういう意味では点が小さくなってくるんで、無駄な動きはやっぱどん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 省かないといけない、一番いけないクラブかなと思ってるんですよね、はい、で、まあ土台、下半身は土台になってくるんですけど、この土台ずれちゃえば当然上に来る自分の軸だったりとか、腕の動きだったり頭の位置、上下の高さっていうのはどん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 こうやって変わっちゃうので、はい、もうスイング中に地震が起きているような状態になってしまうわけですよ、はいはい、そうするともうあの安定はしなくなってしまうし、毎回毎回、まあ、当たることがこううまくタイミングが合う時だけってなっちゃうんで、うん、はい、それをちょっと減らしていけるように、はいはい、やっていきましょう、はいはい、ちょっと意識としては、はい、一応ボールの位置はちょっと左、はい、そうですね、はい、ボールの位置はこれロングアイアンの時もやりましたけど、やっぱり少しあの真ん中よりかは左に、はい、痛いです、
で左にいることでこれを追わないっていうのは一緒です、はいはい、ボールを左に置いたからといって頭の位置は追わない、はい、これは一緒です、はいはい、でもう一つちょっとこれさっきの膝から一旦離れちゃうんですけど手の位置がもう少しだけやっぱ前に、はい来たいですね。この今の構えで構えた時に、はい、頭の位置はそこで OK なんですけど、はい、少しこうボールが左にあると頭の位置そのままなんですけど、はい、こういう状態この今手だけ中に入ってきちゃうんで、はいはい、手は少し、はい、そうですそうです。ここだったんですけど、はい、少しはいまっすぐに、はいはい、していきましょう、はいはい、OK です、はい、でこの時、はいフェースがちょっとその分開くと思うんですけど、はいはい、これはこれは、しっかりまっすぐに戻してもらいたい。このままの状態でまっすぐ、ここがまっすぐです。あ、ここはまっすぐ位置としては、はい、はい、そうですそうです。まっすぐなるように構える。はい、はいはい、まっすぐ構えます。はい、はい、OK です。で、そしたら今度膝です。はい、で今こう、まあ何も意識せずに、はい、バックスイングでトップまで上げてってもらっていいですか。はい、そう、これこれ今いいんですよ。今これいいんですけど、はい、多分さっきの撮った動画とかを見ていくと、はい、ウーンウォルフの場合はこの左膝も右膝も両方ともこっちにこういう風に向いて流れた感じ、ね、そうです。後ろ側に膝、このお皿の部分が後ろ側にこうやって向いて両方とも流れるんですね、はい、でも頭は軸を残して肩を回してるんで、はい、頭は残るからこういう形になります、はい、うーん、はい、あーでもこれスイング中そういう感じ。そうですね、はい、これドライバーも同じですね。ドライバーもまあ基本的に、はいはい、同じになってくる、はい、はあ、こう流れちゃってこう、そうです、はい、でも頭は残そうとしていて、はい、でもこれでいて、はい、まあ、下半身リードだったり肩の回転を意識しちゃうんで、はい、じゃあそこから足を使ってくるとこっちに動いた膝は今度はこっちに流れてくるから、はいはい、今はこういう踊りをやっぱしてしまうんです。そうですね、膝がこういう踊りを結構、ね、めちゃめちゃ分かります。これなんでこうなってます、ね、はい、そうなんですよ、はい、なので、膝の位置っていうのは基本的に正面向いてていいんですよね。テイクバックのバックスイングしてる時も正面を向いてなきゃいけないです。こっち側を向かないこと、はいはい、右側を向かないこと、はいはい、特に、左膝、はい、に関してはもうしっかり正面を向いてたいです、はい、バックスイングトップ上がる時、はいはい、そうそうそう。だからイメージとしては今までのウームゴルフ君のこの膝の動きからすると、はい、少しこれじゃ足動かないじゃんとか、はいはいはい、腰が回転してないんじゃないかっていうふうに思うと思いますけど、はい、前回やったように腰と肩は後ろに引くだけだから、はい、こっちに回していくわけじゃないんで後ろに引くだけなんで膝は正面向いてても後ろに引くことっていうのはできると思います、はいはい、そう、この下半身のどちりさがフェアウェイとはすごく大切。あ、はい、勝手に足に力入りますね。足の裏というか、そうですね、足の裏はこう踏ん張るような感じがします。で、はい、もう一つこれは今の膝からすごくポイントになってくるんですけど、はい、フェアウェイウッドがなんで難しくなっちゃうかっていうと、はい、こんだけ長くてこんだけフェースがシャープでヘッドが大きい、うん、なのにすごい傾斜から打ったりとか、あ、傾斜地から打たなきゃいけないっていうことがもう一つ鍵になってくるんですよ、はい、なので土台がしっかりしてない状態ではやっぱり当然ちょっとつま先下がってる、ちょっとつま先上がってる、うん、複数のこのこう小さい傾斜が入り組んだコースではやっぱりうまくいきにくいことっていうのはたくさん出てくる。3ミリでもなんか傾いてたらもう、そうですね、不安ですよね、はい、この、はい、でも実際にやっぱそれぐらいこう狭い状態なんでやっぱりそういう傾斜がやっぱ出てきた時に、なんていうんでしょうね、こう下半身がじゃあ動いちゃうからもうフェアウェイウッドは打てませんってなっちゃうと、やっぱり一つのアドバンテージを失うことになるんで、それはもう打てた方がいいから、うん、であれば今のこの平らな状態で時に動きすぎちゃう膝っていうのは抑えていきましょうっていうのが大切なので。なるほど、はい、分かりました。抑えていくことと、はい、まあ、止めるわけじゃないんでこれは、はいはい、膝の向きだけを意識して、はい、動かしていくっていう状態なので、はいはい、膝は横にこういうふうに向いて動くわけじゃなくてこういう前後の動きになってくるんで、はい、そうそうそう、そうですそうですそうです、その形、素振りしてみますね、はい、はい、なるほど。じゃ一回今までの感覚をもう一回やってみます。はい、あ、踊ってます。そうですね。こっちに来てますね。はい、確かに。これをそれを引くだけなので、はい、膝、とりあえず膝の向きを向こうに。そうですね。左膝だけでまず意識していいと思いますよ。はい。そう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 です、そうですそうですそうです。はい。そう、そこから振っていく。力強い感じが。はい、うん、もう一回いきます。はい、左膝だけ最初、左膝だけ意識しましょうか、はい、うん、うん、OK、 あー、はい、
つもより回ってないっていう、やっぱ多分その回ってないが、うん、僕の中の回るが多分こう一緒に行くのが回ると思ってるので、うんうん、多分ここを向こうにって思ってると、はい、なんか止まってる感じがするんですけど、これでも回ってる、全然回ってますね、はい、今の左肩は顎の下のぐらいまで入ってきますし、はい、まあ後ろから撮ってるカメラにあれば、はい、後ろから撮ってるカメラに対して胸の向きっていうのはちゃんと向いてる状態になってくるんで、なるほど、回ることに関しては十分なんですよ。あ、はい、そうなんですね、はい、じゃあ今まで本当踊りすぎですね。そうですね、だからこう軸があって回っていかなきゃいけないんで、はい、本当にコンパスみたいなものです、はい、コンパスの針が自分の体になってて、クラブが鉛筆の部分なんで、ここがもうこうやって横にずれちゃえば綺麗な円を描けないっていうのは多分イメージできると思うんですよ。なるほど、はい、それを運動服の場合は膝で崩しちゃってるんで、膝の向きを意識して動かしていきましょう。こう針が刺さってない状態みたいな。そうですね、はい、うまく刺さってないんで、視点がないからこう円をうまく描けないから難しくなっちゃうんですよね、はい、うん、じゃあちょっとそこを実際、そうですね、意識しながら何かいきましょう、はい、おー、ナイス。あの、打てる気がする。素晴らしい、はい、ブレないですね、体が、うん、でかといって多分上半身の捻転はそんなに浅くなってないんですよ今、はいはい、全然今までタコでしたね、あの本当にグニャグニャしてたなっていう、はいはい、今ここを向こうの正面に残そうって思ったら、うん、こう自然と下半身がすごいどっしりして、はい、で、あ、いいですね、勝手にこう、はい、降りてくるし、左にもなんか乗れるような。そうですね、まあ、左膝を、はい、まあ、意識はしていて、はい、今のなんかはこう構えてた時に、そこからバックスイングが上がってきて、はい、ここに左膝いたわけじゃないですか、はい、今まではこれがこういう風に向いて、膝の向きも向こうにこうやって向いていく状態なんで、はい、やっぱここの、左サイドには体重ないんですよね、はい、うん、なんかあるような感じにするのはここだけなんで、はい、足に対しては左足そんなに力入ってないですよ。そうすると右に、じゃあもともと5対5だったのが10乗りました、こっち10、0ですってなった時に、今度その10を全部こっちに持ってこなきゃいけないから、あのすごく動きが大きくなっちゃうんですけど、今はここの状態でさっきのバックスイング上げてもらって左膝がここにいますってなると、この時点で多分大体6対4ぐらいなんですよね、はい、もう4こっちに乗ってるから、はい、ここまで横に10の押さなくても体重はここにあるんで、左右のバランスっていうのは崩れないよねっていう、ぶれないですね。で、踏ん張ってる感じが、土台がしっかりしてるんで、それこそ頭の高さも変わってこないよっていうところが、はい、ポイントになります。おー、ナイス、いい音、ナイスショットです。素晴らしい、すごいいい音しました。力抜いた方が全然いつもよりなんなら飛んでるくらいな、うん、今の当たり、ものすごい良かったですね。すごいいいナイスショットです、はい、あとこの受けた時のこのパチって音、いいですね、はい、すごいいい音でした。打てましたね、はい、いやもうあの音だけ聞いたら、はい、とてもフェアウェイ打ったら苦手な人には感じないですよね、はい、でも本当1点ですね、左膝の向きを意識しただけで、はい、うん、なんかあんまり上半身のとか手の動きとかっていうのは意識すると思うんですけど、はい、下半身の力の入れ方とか、はい、膝の向きっていうのはあんまり聞いたことがなかったので、うん、意外でした。そこを気にするんだっていう。そうですね、やっぱりこうクラブ持ってるのってどうしても手とかになってくるんで、はい、しかもやっぱり脳から近いところがあのやっぱ腕、うん、手っていうところはやっぱ動かしやすいんですよ、はい、なので動かしにくい下半身ってあんまり意識しないんですけど、うん、まあ、このフェアウェイウッドがうまく打てない原因を探っていくと、下半身にまあ、ある人がすごく多いっていうところですね、はい、まず見直すのは下半身で、うん、そうですね、うん、やってもらえると少し当たってくると思います。動きすぎてないかっていうところですね、うん、はい、レッスンありがとうございました。ありがとうございました。須藤プロの方からフェアウェイウッドをうまく打つためのポイントをもう一度お願いします。はい、まずフェアウェイウッドは、ヘッドが大きい、そしてフェースの、高さっていうのが、はい、ないクラブにはなってくるので、はい、上下の高さの、維持っていうのがすごく大切になってきます、うん、でそのために、下半身ですね、はい、あのフェアウェイウッドは結構こうフェアウェイから打つことがすごく多いと思うので、はい、傾斜やっぱりすごく出てきます、はい、大小ないとも出てくるんで、そこで安定させるために膝の向きが、はい、最初に構えたところ構えた時に正面を向いている、はい、自分の前側を向いているので、
まあ、今回に関しては少し左膝を意識していただいて、はい、左膝が、後方ですね、右足側にこう寄っていかないで前を向いたまま動かしていく、はいはい、で今回のこの左膝に関しては、はい、この肩の回転ちょっとこの、ね、前にプロゴルファーのお悩みシリーズで、はい、やったと思うんですけど、はい、その肩見てない方はそちら見ていただいて、はい、てそこ と、結びつけるっていう形なので、うん、左膝は前に出ますけど、はい、しっかり右肩右腰っていうのは後ろに行く、はい、この前後の形っていうのがあって、うん、この左膝が生きてくるので、はいはい、そちらをこう同時にやっていただけると、うん、なんかこう多分手先だけでこう打って左膝だけ意識すると、うん、どうしてもやっぱ肩がの入りが浅かったりとか、はい、バックスイングの入りが浅かったりとかしてしまうんで、はい、そこはしっかり右サイドも引くっていうことを、うん、はい、意識してもらえれば改善はされていくので、はい、上下の、高さと左右のズレっていうのは、はい、この膝の向きでまず修正できてくるんじゃないかな、はい、実際にゴルフ君いいボールでしたね。いや本当にびっくりしました。本当に球数 2,3 球しか打ってないんですけど、はい、こんなすぐ打てることってあんまないんですけど、うん、本当になんかこうスイングしててブレない感じがする、はい、なんか本当土台がこのここがコンパスの針で、はい、ここがしっかり刺さってるからずれそうにない感じがしたので、はい、これは本当にフェアウェイウッドとか悩んでる方、うん、でもこれアイアンドライバーも同じなんですか。まあ、基本的には動きは変わらないんですよ、はい、うん、変わらないです。ボールの位置だけこう変わってくるっていうところ、はい、うん、は大事なんですけど、はい、動き自体にすごく大きく変わるわけじゃない、はい、まあ、多少遠心力がかかって少し膝がフェアウェイウッドアイアンよりも右を向いてしまうっていうことはあっても、うん、自分自身の意識は変わらないです、はい、はい、今回はフェアウェイウッドを教えてもらったんですけれども、他にも須藤プロに聞いてみたいこととかお悩みがあればぜひ教えてください。コメントをお待ちしております。それではそうですね、この動画のレッスンの内容で、はい、これってこういうことなんですか、うん、っていうもっと深掘りの質問でもいいですし、うん、はい、ですね、あと全然関係ない、はい、アイアンどうやって打ったらいいですか、はい、とかっていうのもあれば、はい、ぜひコメントしていただければ、はい、なんか僕ばっかやってるとちょっとね、視聴者の皆さんがちょっと俺違うんだけどみたいな、そうそう、なんか俺は申し訳ないのでなっていう、視聴者の皆さんの悩みを、はい、もう解決していただきたいので、はい、ぜひお待ちしております。はい、コメントお待ちしております。それではまた次回の動画もお楽しみに。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てねー。